ブルートレイン、日本におけるブルートレイン、英語表記、ブルートレインは日本国有鉄道、国鉄及びその更新の JR グループによって運行されていた客車を使用した寝台列車を指す愛称である。ただし、列車愛称とは異なる包括的な列車の愛称である。ブルートレとも略称される。一般には国鉄時代の1958年、 昭和33年に登場した20系客車、以後、20系と略す以降の青い車退職で特徴を付けられた固定編成専用信頼客車を使用した特急列車を指す。その創始は、同年10月1日のダイヤ改正で車両が9系のものから20系に置き換えられた朝風である。名称の由来は、運行する車両が青かったことから、 現在でも世界各国で青い車両の列車が使用されているが、上述しているようにブルートレインは寝台列車に対して用いられる名称であるため、青い車両だからといってもこれらのような行の在来線で使用されている車両は、ブルートレインとは呼ばない。朝風以降の2 0系1 4系14型、1 5系寝台車、2 4系24型、25型で、 編成される、寝台列車がこの名で呼ばれる。しかし、座席車が半数以上連結される列車でも、ブルートレインと称れる事例も見られた。北海道では、1982年、昭和57年11月15日の、ダイヤ改正から在来系、客車、重軽など、の代替車両として14系500番台客車が用いられた時期があり、当時の夜行急行列車である。 ミシリ、マリモ、大雪も、ブルートレインと称された。逆に、寝台列車ではあっても、電車である581系、583系を使用した、ユーズル、ハクツルや、月光、霧島、明城、水星、那覇、金星は、ブルートレインと称さなかった。このため、285系電車への移行した、サンライズ・イズモ、サンライズ・セトや機動車に、 寝台客車を並結する形になった、リシリ、大空13から14号、マリモなども同様にブルートレインと称していない。中高列車では、20系客車が登場した1958年、昭和33年から運行開始した上野駅青森駅間の中高特急列車、初狩りの車両に、20系と同様の青を基調とした、車体色が用いられた。しかし、 初借りは1960年、昭和35年12月10日のダイヤ改正から、起動車、キハ81系で運行されるようになり、これ以降、客車による中高特急が定期列車に設定されることはなかったため、客車で運行される中高特急列車を、ブルートレインと呼ぶ習慣は成立しなかった。ただし、1970年代以降臨時列車で運行された。 翼51号など12系、14系座席車を用いた列車をブルートレインと紹介する例もあるが、一般的ではない。2007年、平成19年11月現在、ブルートレインの商標権は、伊藤木、宝富井、東日本旅客鉄道、JR 東日本、サンリオ、コナミデジタルエンタテインメント、小杉産業が保有している。 ブルートレインブームの際、ヘッドマークをあしらった商品が各社から多数発売されたが、これらの商品について国鉄の監修並らびに使用量などの関わりは一切ない。これは公共企業体であった国鉄が商標権を保有できなかった感激をついたものであり、現在においても国鉄時代にデザインされた車両やヘッドマークは日本国民の共有財産であり、 現在の JR グループ各社に独占的権利はない。ただし、早草さのヘッドマークは JR 東日本、富士のヘッドマークは九州旅客鉄道、JR 九州がそれぞれ商標権を取得している。1956年に東京駅博多駅間で運行を開始した朝風は京阪神を深夜に通過するダイヤ設定で関西からの反発はあったものの、 乗車率は好調であった。しかし、現行の永新台に相当する二等新台車として、戦前製造のツーリスト式新台車を使用したり、列車によっては、急行列車に用いられる車両を使用したため、特急列車に見合う車両が求められるようになる。そのために設計、製造された車両が20系客車である。詳細は、車両の項に譲るが、日本の客車としては、 初となる固定編成の考えに基づき、初めて全車両に空調設備を設け、食堂車で電気レンジを調理に用いるなど、編成内のすべてのサービス電源を編成端の電源車で賄う完全電化された車両となった。また、突色は同じ1958年に登場した中高特急列車用の電車である20系電車、後に、 消号改正で151系電車181系が、クリーム、クリーム4号と、赤、赤2号の明るい塗色を採用したに対し、ヨーロッパの寝台車に多く用いられていた青、青15号が選ばれ、屋根以外を青色にし、クリーム、クリーム1号の細いラインを車両側面の上部、中央、下部の3箇所に入れたのとした。当初20系は、 東京大九州方面の寝台特急列車のみに、充当されたため、この車両を用いた列車は、九州特急などと呼ばれ、その車両は固定編成客車と呼ばれた。しかし、1964年からは、東京から北へ向かう、白鶴に充当されるようになったことから、九州特急の故障は、不適切なものになった。1965年頃からは、趣味市において、 ブルートレインという表現が使われ始めている。国鉄文書での最初の使用は PR 紙、国鉄通信1966年8月22日号であるが国鉄関係者執筆の文書による使用は運転協会九1966年8月号ですでに使われている。1970年日本万国博覧会、いわゆる 大阪万博の開催に伴う輸送力確保のため座席車として12系が製造される。この車両は室内の冷暖房用として大容量のディーゼル発電機が採されたが臨時列車や団体専用列車に充当される前提のため編成中の環球車から供給する分散電源方式となった。また当時すでに20系以外の一部客車の図書にも青う15号の 車両が存在しことへの差別化と新幹線連絡のイメージから、車体色には0系電車と同じより鮮やかな青、青20号の字色にアイボリーホワイト、クリーム10号の2乗の帯が採用された。この12系の設計をもとに申請された寝台車で、ある14系は20系車両までの B 寝台の寝台幅52センチメートルを踏襲せず、 581.583系の寝台幅に合わせ 70cm が採用された。これにより20系との差別化が図られ、登場当時はニューブルートレインとも称された。外観も12系の塗色が引き継がれ、青20号にクリーム10号の帯2条となった。以降、20系と同じく集中電源方式を採用した24系も、 1 4系と同様の設計で製造される。また B 信頼が二段化された2 4二2 5系、1 4系1 5型では、塗色は単に青一色となるが、白帯、クリーム1五の代わりに、ステンレス製の帯が巻かれ、保守の面では一層の省力化が図られる。なお、初期の1 4系と2 4系も、2 4二2 5型や1 4系、1 5型と同様に二段式信頼に、 回収が行われが、信頼の変更のみで更衣室が残るなどの際が見られるものの、運用面での際は、特に JR になってからは少なくなっている。この14系と24系は、車両構造において、サービス電源の方式以外は設計上類似した部分が多いことから、1980年代半ば以降より個室寝台などに改造を行うにあたり、 14系と24系との間で、車種変更が行われる事例が頻繁に見られるようになった。これらニューブルートレインが登場した1970年代、とりわけ後半から、国鉄の運賃、料金の値上げと航空機、新幹線、高速バスの普及などによる、寝台列車自体の衰退が始まっており、国鉄が居住性を改善した新形式車の周知を図るため、 星の寝台特急と称した PR 作戦を行った。例えば、1974年4月の2 4系2 5系寝台車登場以降、B 寝台に設備について扉上部に星の数で表記を行った。また、このキャンペーンによって寝台専用列車を表す流れ星のマークが登場している。編成最後部でも、 方向幕を採用した 14.2E4K では、1979年7月頃より、テールマークとして図案化し、列車ごとに使用することで差別化を図った。この施策は、ほぼ同時期に種別、列車名幕を設置した電車による昼行列車で採用されたエイリヘッドマークと並行して行われた。これは、従来は牽引する機関車や最後部車両に、 ヘッドマークを取り付けていたが、このヘッドマークの取り付けが、東海道、山陽本線区間を牽引する電気機関車群を除き、保守の省力化に伴い1970年代までに事実上廃止されていたため、このため、寝台特急列車のうち、秋、稲葉はヘッドマークもエイリテールマークも設定されなかった。この図案化したテールマークはおおむね好評だったことから、 定期列車として運用されていた20軽客車でも用いられた事例もある。しかし1975年3月の山陽新幹線博多開業、1976年11月の国鉄運賃、料金の大幅な値上げ、国鉄の赤字拡大によるサービスの簡略化は、ブルートレインの乗客を大幅に減らし、1978年10月、改正。 1980年10月改正では、乗客減のため主に、山陽、九州間列車を中心に、多くのブルートレインが廃止され、積極的な手こ入れ策もないまま、国鉄末期を迎えようとしていた。なお、全車新台車の急行列車は、走行距離が 600km 以内と比較的、短く、多くは、東北、上越新幹線の開業で、 存在価値を失ったこともあって、比較的安定した需要のあった東海道本線を運行しいた銀河を除き、JR 移行前に全廃された。ブルートレブームがマスコミで騒がれ始めたのが1978年頃であったが、それ以前からブルートレインを鉄道雑誌の特集で取り上げると爆発的に売れることが多く、鉄道ファンには根強い人気があった。 1978年3月には TBS テレビで富士を追ったドキュメント番組を放送するとそれを機に鉄道ファン以外からも関心を集め夏頃になると東京駅等でブルートレインの撮影をする人が小中学生を中心に増加しブームが本格化した戦闘機関車にヘッドマークをつけた東京と九州を結ぶ富士、早ぶさ、朝風、桜 水穂が人気だったが中でも東京と山陰を結ぶ出雲はその特徴的なデザインと色彩の美しさから特に人気が高かった。漫画でもドラえもんではブルートレインは僕の家という作品が登場しドカベンでは秋ノリ高校と対戦する相手高校に BT ブルートレイン学園が登場した。一般向け小説でも西村京太郎の 寝台特急殺人事件が大ヒットするなど、鉄道雑誌にとどまらず多くのメディアが取り上げた。そして前述のテールマークが、ブルートレインに採用されると、さらに撮影はエスカレートして、深夜に九州ブルトレが通過する大阪地区では、青少年が深夜に駅構内で撮影することが教育状とになったりもした。なお、これら一連の施策とマスメディアの動向は、ブルートレイン。 略して、ウルトレブームと称されたが、このブームも施策も利用者の大幅な増加には結びつかず、ブーム真っただ中の1978年1980年には、前日の通り多くの列車が廃止された。国鉄も手をこまねいていたわけではなく、1984年7月の桜、水穂の個室新台車、カルテットの連結、1985年3月の、 はやぶさへのロビーカー連結とそれに伴う東海道、洋本線での EF66 型への、牽引機関車変更が行われた。そして、国鉄分割民営化直前の1987年3月には、朝風1.4号、運行当時が、大幅にリニューアルされ、ユーズルに、九州特急以外ではほぼ初めてとなる二人用、A 個室寝台、 ツインデックスの連結を行うなど、ブルートレインを重要な商品として売り出そうと民営化を控えた国鉄の姿勢が伺えた。JR に継承された施策のうち大きなものとしては、1988年に開業した青函トンネルと瀬戸大橋を経由して運行される列車の運行がある。このうち全車にあたる北斗星は個室寝台を中心にした編成。 専用色とした青に三条の近帯への塗色変更、食堂車の時間指定を行うなど、従来の列車とは著しく異なった列車として紹介され、当時のバブル景気の風潮に乗った豪華列車として成功した例となり、トワイライトエクスプレスやカシオペアにつながるものなった。このため、以降聖艦トンネルを通過するため、運行経路、経由地から聖艦ブルトレと、 通称されることとなったが、トワイライトエクスプレス以降、車両塗色が青を基調としないものとなった関係で、これ以降、寝台列車イコール、ブルートレインの構図は、崩れた格好となった。なお、朝風1.4号、運行当時でも先に述べた、北斗星のパイロットタイプとして、列車のグレードアップが施行されたが、運行車両会社の思惑により、元祖たる九州特急、 を含む東海道、山陽本線経由の寝台特急については、1990年代半ば以降、前期施策の継承は、ほとんど見られなくなった。九州ブルトレについては、まず1993年3月18日のダイヤ改正で、食堂車の営業が中止され、その後1994年12月3日のダイヤ改正で歴史ある、朝風1.4号と、 水穂が臨時列車に掲げ、その後いずれも廃止となったのを皮切りに、運行区間の短縮や複数列車の並結化による運行本数の削減が進められた。2000年代後半からは、九州ブルトレだけでなく関西九州間や東京中国地方間のブルトレについても、急速に縮減が進められた。2005年3月1日のダイヤ改正で、 桜、朝風が同年10月1日には水星が廃止され、翌2006年3月18日のダイヤ改正では、出雲が廃止された。2008年3月15日のダイヤ改正では、那覇、暁が廃止され、関西九週間のブルトレが消滅した。また、最後まで、寝台急行として残っていた、銀河も同時に廃止された。 2009年3月14日のダイヤ改正では、はやぶさと富士が廃止されたことにより、東京駅発着の元祖、ブルートレインは全廃となり、東海道本線、山陽本線及び九州島内からブルートレインが消滅した。牽引機である EF65 型や EF66 型などといった電気機関車も旅客列車の定期運用が全て消滅している。 JR 東日本の調査によると2005年における東京から西へ向かうブルートレイン運行路線全体の利用状況は JR 発足年である1987年の利用者数と比較すると21%にまで落ち込んでいた東北方面でも山形秋田新幹線開業を機に廃止や統合が相次いだ2002年12月1日の 東北新幹線延長により白鶴が廃止となる。2008年3月15日のダイヤ改正では北都西日本海が減便されたが、これは青函トンネルを北海道新幹線に共用する工事のための毎時間の確保とされた。2010年3月13日のダイヤ改正では北陸が廃止となった。 2012年3月17日のダイヤ改正では日本海が定期運行を終了し臨時列車に格下げとなったが2013年冬季以降は運行されなくなった。2014年3月15日のダイヤ改正では明けが定期運行を終了し臨時列車に格下げとなったが2015年冬季以降は運行されなくなった。一方で2009年より 北斗星、カシオペア等の牽引用として e f 5 1 0系電気機関車500番台が新造されている詳細は該当記事を参照。しかし、この頃の列車廃止の説明として JR 分社五路の主力車両であった14系、24系客車の老朽化があると説明されるケースが出てくるようになる。2015年3月14日のダイヤ改正で 最後まで残っていた北斗星が定期運行を終了して臨時列車に格下げとなった。この際にロビーカーは1両分に組み替えられカシオペアと同様のダイヤで始発駅基準で2日に1便をカシオペアと交代で運行していたが8月22日の札幌発上野駅を最後に臨時運行も終了して日本のブルートレインは約60の歴史に幕を閉じた。 北海道と青森、岩手両県は2016年春の北海道新幹線の開業後も北と星を存続させるよう要望し、過去に出雲でも同様の事例が見られたが、いずれも廃止された。一方で JR 東日本や JR 九州が運行したリバイバルトレインは抽選するほどに応募が寄せられて、満員の客を乗せて運行するなど、イベント等で臨時運行される、 ブルートレインは大根西京である。寝台列車の観点では、ブルートレインの後継である、サンライズ瀬と出雲が存在する。なお、寝台列車という観点というより、列車に泊まれるという観点では、JR 九州が九州を一周する豪華寝台列車、7つ母シーン九州を2013年10月15日から運行を開始した。同様の列車は、JR 東日本が、 トレーンスイート式島、トランスイート式島を2017年5月1日より運行を開始し、JR 西日本が、トワイライトエクスプレス随風、トワイライトエクスプレス水風を2017年6月17日に運行を開始した。また、JR 西日本は夜行列車として117軽電車を回収して、ウエストエクスプレス D が、 ウエストエクスプレス銀河という名称で運行を計画している。この車両は車体を青系統の車両としているところが一つの特色としている。廃止されたブルートレインの列車名の中には新幹線の列車名として復活したものがある。九州ブルトレの代表格だった水穂桜は山陽新幹線から九州新幹線へ直通する新線列車として復活し、 はやぶさは新青森駅まで延長された東北新幹線並びに新函館北斗駅まで開業された北海道新幹線の列車名になり日本海の補完的役割としていた鶴は北陸新幹線の富山駅金沢駅間を結ぶ新幹線列車として復活した廃止後の車両の一部はタイ王国マレーシアミャンマーフィリピンに無償状とされ 現地電明化改造後に、寝台列車として再活用されている車両もある、日本から国外に譲渡された、小鉄道車両を参照。本省では、2 0系、1 4系、2 4系寝台車で編成された定期列車かつ、寝台列車、寝台特急、寝台急行などを記載する、概要を参照されたい。なお、ブルートレインは、 厳密に定義されているわけではない。列車名のみであれば、夜行列車、日本の夜行列車も参照のこと。列車種別、列車名、運行区間などは直近の廃止時のものとする。なお、列車種別上位、50音順とした。本校では、20系、14系、24系客車を、寝台車として連結した列車を指す。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。